何このタワマン、すごい。まさかお兄ちゃんたちがこんな立派なタワマンに住んでいるなんて、リーコ全然聞いてなかったんだけど。え？もう本当に素敵すぎてたまんない。マンションロビーからもうすでにセレブって感じがするし、部屋は広いし眺めもいいし、何この天国。こんなタワマンに住めるなんて、美月さんが超羨ましいんですけど。ちょっと待って、リコちゃん。まさか今、私たちの家にいるの？そうです。今日からこの部屋に引っ越すんでしょ？だからどんな部屋か見たくて遊びに来ちゃった。にしても、部屋も良ければ、家具やインテリアも最高すぎ。ソファーはふかふかだし、寝室のベッドはめちゃくちゃでかいし。え、寝室にまで入ったの？別に家族なんだからいいじゃんいいじゃん。私大きいベッドに飛び込むのが大好きなんだよね。なんだったらあのまま昼寝しちゃうところだったよ。嘘でしょ、ベッドにまで寝転んだの？ああ、もう本当に何から何まで最高すぎる。テーブルとか椅子も人気泥棒で使われていたやつだし、どこを撮ってもインスタ映えするんだけど、早速インスタに投稿しちゃおっと。それだけはやめて、リコちゃん。勝手に人の家の写真を撮らないで。しかも SNS に投稿なんて絶対にダメ。特定されるような写真は載せないで。別にいいじゃん、これぐらいはさ。お兄ちゃんたちは芸能人でもないし、ただの一般人なんだよ。そんな人のタワマンを誰が特定するのよ。そう思っていても誰が何をするかわからないのが SNS でしょ。 SNS をどう使おうか個人の自由だけど、私は自分の情報をなるべく教えたくないの。だから絶対に SNS には投稿なんてしないでね。ごめんね、みつきさん、たった今投稿しちゃったもんね。なんですって？しかも早速いいねとコメントが来ちゃってるし、もう削除とか無理だから。そんな、いくら高級タワマンで暮らしているからって知識過剰だって。誰も一般人夫婦には興味はないから特定されないよ。それよりもせっかく素敵な部屋なんだからさ、いっぱい SNS で自慢しないともったいないよ。私は自慢するためにその部屋を借りたんじゃないの。それじゃあ私、映える写真を撮りまくるから、またね。確か美月さんは緊急の出張中なんだよね。こっちはこっちで楽しんでるから、美月さんはお仕事頑張って。今日のは一体どういうこと？リコちゃんが新居に来るなんて私一言も聞いてないんだけど。私に断りもなく勝手に新居に招待しないでよ。ごめんごめん、リコはどうしても部屋を見たいってうるさくてさ。でも素敵な部屋だって絶賛してくれていたし、別にいいだろ。むしろあんなにはしゃいでくれて嬉しいじゃないか。全然嬉しくないし良くないから。あのマンションは私たち夫婦二人の家なのよ。しかも引っ越し直前に私は海外出張が入って一歩も入っていないのに、それを私たち以外の人が勝手に先に入るなんて最悪だよ。だから家でそんなに怒るなよ。どっちが先に入ったかどうかなんて子供じゃないんだからさ、十分怒ることでしょ。それにリコちゃん夫婦の寝室にまで入ったのよ。しかもベッドにまで寝転んだみたいだし、私寝室や家のあちこち人に見られるのが好きじゃないの。しかもリコちゃんは勝手に写真を撮りまくって SNS に上げてるし。だからそんなに怒るなって。別に寝室を覗かれるぐらいどうってことないだろう。それに写真だってあいつの SNS 見てみたか？結構かっこよく撮ってあってめちゃくちゃいいねもついていたぞ。じゃあ逆に考えてみたよ。二人のこだわりが詰まった家に私の家は勝手に上がり込んだら、しかもソータがいない時に夫婦の寝室を見られたら、奮発して買ったベッドに一番にお父さんが寝転んだら、それでもソータは気にしないって言うの？あ、それは普通に嫌かも。しかも家中あちこち写真を撮られるのよ。親戚やご近所さんにその写真を見せて回られたら、私の親戚や実家のご近所さんに素敵な部屋ね、寝室のベッドも大きいわねとか言われたら、うわ待って待って、それは無理。そういうのはかなり気持ち悪いんだけど。それと同じようなことをリコちゃんはしているのよ。そして今私はソータと同じ気持ちを味わっているの。なのによく怒るなって言えたわね。ごめんミツキ、俺の考えが浅はかだったよ。リコには俺からちゃんと言っておく。撮った写真も削除させて、 SNS の投稿も削除させるよ。分かってくれて嬉しいわ。それじゃあもう二度と同じことはしないでね。私が出張から帰ってくるまでもう二度とリコちゃんを家に入れないで。もう二度と？いやいや、それはもう無理だよ。
は？無理って何がどう無理なのよ。そのリコのやつ、今日からこの家に住むって言ってるんだよね。美月の海外出張が2ヶ月間だって話したら、じゃあその間居候させてって頼まれてさ。なんですって？リコのやつアパートを追い出されたらしいんだよ。なんか彼氏と住んでたらしいんだけど、喧嘩して追い出されてさ。だから2ヶ月でいいから置いてくれ。そんなの絶対にダメよ。事情分かったけど絶対にダメ。散々私の地雷を踏んだのに居候とか無理だから。すまん美月、もう OK 出したから我慢してくれ。はぁ、嘘でしょ、勝手に居候許可を出したの？たった2ヶ月だし問題ないだろう。それに SNS のことは俺からもはっきり言っておくしさ。だからお前は安心して2ヶ月の出張頑張ってくれ。リコちゃん、私の帰国日が今日だってそうだから聞いているよね。立つとき後を濁さず、使ったところはちゃんときれいにして出て行ったよね。あれ、美月さんが帰ってくるのって今日だっけ？うっかり忘れてたから引っ越しの準備してないよ。てなわけでこれからも居候するからよろしくね。ふざけないで。本当は居候自体私は大反対だったのよ。それを仕方なく2ヶ月も私たちの家に置いてあげたの。それだけあればお金も貯まるし新居の準備もできるよね。私にはどんな言い訳も通用しないんだから早く出て行って。言い訳が通用しないなら堂々と居座るまでよ。こんな豪華なタワマン暮らし誰が手放すもんですか。なんですって？もう2ヶ月も住んでいたんだから私の家みたいなもんでしょ。だから私にもここで暮らし続ける権利があると思うんだよね。そんな権利あるわけないでしょ。家賃どころか生活費も何も入れてないってそうだから聞いているのよ。それはお兄ちゃんが出さなくていいって言ったからだもん。さすが高級タワマンに住める高収入お兄ちゃんだよね。生活費も何もいらないからのんびり過ごしてって言ってくれて、ほんと私の自慢のお兄ちゃん。どっかのドケチなババアとは大違いだよね。っていうかさ、こんだけ広いんだから3人で仲良く暮らそうよ。もう観念して私の居候を認めてよ。いいえ、絶対に認めません。そのマンションは私とソータの夫婦の家として借りたのよ。そして2人のこだわりが詰まったインテリアを集めたの。2人暮らしを想定して準備した家にこんなわがままな居候は認めません。あーってことはさ、二人のこだわりが詰まったインテリアがなくなればいいってこと？は？今から美月さんの荷物や家具家電を捨てちゃってさ、それで私の荷物を部屋いっぱいに置くの。そしたら夫婦二人暮らしを考えた家じゃなくなるよね。兄弟二人暮らしを考えた家になって私が住んでも問題ないよね。ちょっと待って、何をどうやったらそんな発想になるって言うのよ。よし、そういうことならすぐに美月さんの荷物を捨てちゃうもんね。家具家電買取サービスをすぐに呼んで、それで美月さんの荷物を全て引き取ってもらおう。はぁ、あ、まさかそれ本気で言ってるの？当然でしょ。頭の固い人の荷物なんて全部捨ててあるもんね。そしたらこのタワマは私のもの。これからお兄ちゃんと二人で住むから帰ってくるな。邪魔者は空港で一生寝泊まりでもしていなさい。いいわ、二度と帰らないから。わあ、やったね。これでもうしばらくタワマンでゆっくり暮らせるわ。っていうかもう一生お兄ちゃんと暮らしちゃおう。これだけお金があって素敵な家があるお兄ちゃんといれば、わざわざ彼氏なんて作らなくても幸せだし。じゃあ二人で兄弟仲良く、そして幸せに暮らしてね。60万の家賃も居候無職のあなたと月収5万のバイト旦那で頑張って。は？月収5万のバイト旦那？それじゃあ私は今日から別のところに泊まるから。あ、そうそう、リコちゃんからソータに伝えておいてくれる？もうあんたとも離婚するからよろしくって。ちょっと待ちなさいよ。さっきの言葉はどういう意味？月収5万のバイト旦那ってまさかお兄ちゃんのことじゃないよね？そのまさかに決まっているでしょ。私にとっての旦那はソータしかいないんだから。いや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 、そんなの絶対おかしいでしょ。お兄ちゃんは月収5万って、しかもバイトってありえない。お兄ちゃんは大企業で働いているのよ。大学卒業してからずっと真面目に働いてきて、もちろんそれなりの年収だってあるんだから。そのそれなりの年収を私が一気に追い越しちゃったんだよね。そしたらそうだったらある日いきなり仕事を辞めてきちゃって。え、
別業したけど私も大企業で働いてるの知ってるよね。実はそこで私がどんどん出世しちゃって、気がついたらソータの年収の倍は稼いでいたんだよね。嘘でしょ、お兄ちゃんの倍ですって。もちろんソータはお祝いしてくれたし褒めてくれた。妻の稼ぎが高いからって面倒な嫉妬や八つ当たりもしてこないし、純粋に自分のことのように出世をお祝いしてくれたの。でもその翌日にいきなり仕事を辞めてきたんだよね。俺実はずっとバンドマンの夢を忘れられないんだって。はぁ、バンドマン？ほらそうだって、大学時代軽音サークルに入っていたじゃない。その時に組んでいたメンバーさんがね、実は今人気のバンドグループにいるらしいのよ。それを知ってからまた夢を追いかけたくなったんだって。嘘でしょ、確かにお兄ちゃんは結構真面目に音楽活動をやっていたけどさ、 でも大学卒業できっぱりと辞めてたし、まさかそんな大企業辞めてまでって。ソータは堅実な人だからね、自分の人生を捨ててまで夢を追いかける勇気はなかったみたい。でも私と結婚して今や彼の年収の倍は私一人で稼いで、そんな今なら夢を追いかけてもいいんじゃないかって思ったんだって。だからこれからは俺の夢を支えてくれって頼まれちゃったんだよね。頼まれたって、辞めてからそれ言われたんだよね。会社辞めることを事前に何の相談もなかったんだよね。そうなのよ、だから支えてくれって言われても返事はイエスしか残ってないよね。支えたくないですなんて退職してきた人に言えないし。じゃあ今は生活費もこのタワマンの家賃も全部美月さんが？え、そうよ、だから夫婦二人の家とは言っても実質は私の家なのよね。ソータは買い揃えた家具家電すら一切お金出してくれてないし、バンド活動するにもお金が必要だからってバイトはしてるけど、そのギャルは1円だって家に入れてくれないのよ。というわけだからそのタワマンは二人でこれからなんとかしてね。私はもう知らないから。美月、離婚するなんて言わないで。リコのことは俺が絶対に追い出すから、これからは生活費も多少入れるから。もう全部遅いのよ。そうた、あなたとは離婚します。離婚届を持って今度家に行くから覚悟して。だから俺は離婚なんて嫌だよ美月、俺の夢支えてくれるって言ってたじゃん。なのにこんないきなり離婚なんて、そんなの約束が違うだろ。それはこっちのセリフだっつうの。バンドマンの夢を追いかけたいって言うから仕方なく応援してるのに、それなのに勝手に妹を住まわせれば出張中に女を連れ込むわ。一体私に何の応援をさせているのよ。え、あと今組んでるバンドメンバーの女に手を出しているわよね。そしてまだ妻が足も入れてない新居にそいつへ連れ込んだわよね。ちょっと待ってくれ、なんでそのことを知ってるんだよ。お前は海外出張中で知るわけないのに。司令から連絡あったのよ、あんたの旦那が女と歩いているところを見たってね。最初はリコちゃんと兄弟仲良く出かけているだけかと思ってたんだけど、さすがに妹と腕を組んで歩かないでしょうって言われてね。だからすぐに更新所を雇って調べてもらったの。更新所？そしたらあっという間にあんたの浮気が発覚しました。自宅への連れ込み写真も撮れました。言い訳しようがもう無駄だからね。嘘だろ、浮気バレから証拠入手まで早すぎるだろ。何が夢を追いかけたいだよこのクソ男が。夢どころか女の資料を追っかけてるだけじゃねえか。ごめん美月、あのちょっとした出来心だったんだ。今すぐに彼女とは別れてくるから、もう二度と浮気はしないから許してください。女の許すわけないでしょ、夢を応援することを決めた私を裏切った罪は重いのよ。今度は弁護士連れて話し合いするから、それまで泣きながら待っていなさい。絶対に離婚してもらいますから。そんな、全部終わったら最後にご飯でも行きましょうか。私の帰国お疲れ様&離婚のご飯として2人で乾杯しましょうね。お兄ちゃんから話は聞いたよ、浮気もしていたなんて離婚を言い渡されて当然だよね。生活費も家賃も全部美月さんに負担させておいてありえないよ。あら急にどうしたの、味方をしてくれるとは思わなかったわ。別にどうもしてないよ、ただ私は同じ女として美月さんの味方をしたいだけ。本当にお兄ちゃんは最低だよ。ありがとうリコちゃん、私のために怒ってくれて嬉しいわ。美月さんのためならいっぱいお兄ちゃんに怒ってあげるよ。だからさお願い、どうかこのまま私だけでもたまに置いてください。
は？私マジで他に頼れる場所がないんだよね。そもそも居候を始めた理由も彼氏に部屋を追い出されたからだしさ。それから今日までたまんでゴロゴロしていただけだし、仕事も全然探してないし、貯金もないしで困ってるね。おーってで私に泣きついてきたってわけね。大好きなお兄ちゃんを切り捨てて私に媚びを売る作戦に変えたんだ。そんな作戦だなんて、私は本当にお兄ちゃんのことが許せないだけだよ。本当浮気する人ってクソだよね。私この世で一番嫌いなものは大切な人を裏切る人なんだよね。へえ、そうなんだ。じゃあリコちゃんはこの世で一番嫌いなのは自分自身なんだね。浮気するような人ってまさにリコちゃんのことなんだしさ。え、お金倒れるところがないんじゃなくて自分で地元に帰れなくしちゃったんだよね。前まで一緒に住んでいた彼氏さん、確か地元の親友の婚約者さんなんだっけ。大事な友達を裏切った挙句に駆け落ちまでしちゃったんだもんね。そりゃいくら別れたとはいえもう地元には帰れないよね。ちょっと待って、なんでそのことを美月さんが知ってるの。このことはお兄ちゃんにも言ってないのに。高収入予備の情報も甘く見ないでちょうだい。大抵のことは一瞬で調べることができるんだから。嘘でしょ。実はちょうど今からマンションに向かうところなんだ。ソータと離婚の話し合いをするために弁護士さんを連れてね。でも実は他の人も数人呼んでいるの。ご両親とリコちゃんが略奪したその親友さん、声をかけたら皆さんもぜひ同行したいって言ってくれてね。はぁ、ちょっと待って、嘘でしょ。お父さんたちも呼んでいるの。しかも私の親友も。婚約破棄の慰謝料まだ払ってないんだってね。私の弁護士さんにお願いしたら土地の保険もやりますよって言ってくれたんだ。泣き寝入りするしかないと思っていたので助かりますって。親友ちゃんには泣きながら感謝されちゃった。嘘でしょ。いやー、広くて眺めのいいマンションを借りておいてよかったわ。それじゃああともう少しで着くから今日は話し合い頑張ろうね。弁護士さんがサクサクと話し合いを進めてくれて、私とソータは離婚が成立、リコちゃんは親友から多額の慰謝料を請求されることになりました。そしてその後はソータとリコちゃんをまとめてご両親が連れて帰ったのですが、自慢だった息子が大企業を辞めてバンド活動をしていると知ったご両親は2人揃って泡を吹いて倒れてしまったんだとか。そんなご両親にソータは、絶対にビッグバンドになって自慢できる息子に帰り咲くからと豪語していたのですが、組んでいたバンドは方向性の違いで秒で解散となってしまい、今は地元の駅前で必死に路上ライブをしていると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。